さあ今夜もゲストにアッコゴリラさん、春眠りさんをお迎えしてテーマトークをしていきたいと思います。スタヤさん、この10個の中から何か気になったものありますか？まあ、まずは一番上から言ってみましょう、はい、制作のヒントをくれるもの。普段なんかあんまり行かないところに行ってみたりとか、普段なんかなかなか絡まないだろうなみたいな人とこうお話できたりとか、逆に自分も見えてくる瞬間だったりするじゃないですか。確認できますよね、自分も、ね、そうだから結構そういうのが多いのかなと思ったりします。あとは結構ダンサーさんの動きとか、うん、人間の動きとかそういうところに、あ、こういうのやりたいとかなんか思ったりします。はい、春眠りさんはいかがですか？そうですね、まあ、なんか注意深く生きることとか、まあ、社会で何が起こってるかについてあんまり目をそらさないこととか、あとはやっぱ他人と話すこととか、まあ、哲学を学ぶこととかですかね、自分は。人間社会があまり好きじゃないので、なんかもう全部壊れてしまえみたいな気持ちがあって、そのなんかそれをどういう風にしたらそれでも他人と共生していけるのかみたいなことを、なんか自分はやっぱアナキズムの本とか読みながら考えたりとか、すごいそういう知識を得ることで、なんだ、死なずに済むし、人のこともまあなるべく殺さずに済むなって思います。わかる。でもアッコさんの言ってたのもちょっと、あの思想の対象は違うけど似てますよね。なんか人をやっぱ傷つけたくないじゃないですか、やっぱり。そうですね、自分が傷つける側だったとか、そういうのに自覚した瞬間めちゃくちゃ怖くなるじゃないですか、うわみたいな。で逆もありますよね、もちろん、逆もあるし、だから人と関わるっていっぱいいろんなことありますよね、本当に。だからまあでも音楽をやるっていうのはさ、ある種エネルギーの発露でもあるし、作品、自分の考えだったりとかさ、まあ、思想だったり美学だったり、いろんなものが詰まってるじゃないですか。聴いてる人に対してもちろんあるけども、自分自身も救われるところあるじゃないですか、音楽を作るっていうのは。そうですね、なんかそのやっぱ自分は自分のことを表現するって究極暴力だと思ってるんで、なんかその暴力を芸術だったらどうしてやっていいのかとか。なるほど。そうで、そのじゃあそれをやるんだったら社会的に大人として音楽で同時にやらなきゃいけないことって何なんだろうとかはめっちゃ考えながら作ってます。なるほど。すいません、すぐマジな話ばっかりして。いや、いいんじゃないですか。いや、一番面白い、ね、うん、いや、それでいいっすよ、その方がいいっすよ。いや、でも本当それなって感じだった、すごいチャラい言葉で、うん、ごめんなさい。いや、いいんですよ、それなで本当それなって思った、うん、それなって言ってもらった方が、あの私すごい楽なんで、どんどん深淵にハマってっちゃう。深淵覗いちゃうわけだライブ前のルーティンや験担ぎ。験担ぎはないですけど、普通にはあのストレッチですね。ああ、あとご飯食べない。食べない。そう、お腹いっぱいだと歌えないんで。私もそうだからご飯は食べない。何も食べないですか？ライブまで時間があったら朝一発目食べて、そっからはもう絶対食べないとかですかね。あとは本当ストレッチ、自分もストレッチします。であとラジオ体操第一して。ラジオ体操、はい、あと歯磨き、あとあの壁に向かってこうやってて、あの SE が流れてる間に絶対大丈夫、絶対できる、絶対大丈夫、絶対できるって言ってから、ふーってやってバーンってほっぺ叩いて出ていく、なんかもうこの流れをやらないと不安で、まあそれこそルーティンです。本当弦を担いでます。あのこれをやった時にすごいライブできたので、そこからもずっとやってるっていう。そうですね、今験担ぎないって聞いて、すごいもうめちゃくちゃあるから、すごい。あ、これは面白い、全然違いますね。本当ですね、うん、ラジオ体操は音楽かけてやるんですか？あ、やりますやります、音楽かけるんですか？普通にあの YouTube で、なんか多分私が見てるやつがずっと一緒のやつで、良い金曜日をお過ごしくださいって絶対言ってくれる。毎回金曜日なんですね心の中で今日火曜日やでって思って違うんだけどななるほど、はい、じゃあ予算が無限にあったら何かしたいことはありますか？いろんな人とこう会って話したりとか関わってなんか傷ついたりとか、もうなんか変な言い方かもしれないんですけど、したいんですよ。なんか本当だから世界中全部行きたいんですよね。日本もどの地域も行きたいなっていうか、しかもそれもなんか首都みたいなところだけじゃなくて、そうそうそう、本当
予算があったらっていう話とかちょっと違う。でもまあ、ね、交通費かかりますからね、うん、交通費かかるから、ね、そう時間の方が大変そうですね。だから確かに、ね、それな。でもそれは時間が無限にあったら、ね、予算と一緒だ。予算と時間が無限にあったら、ね、一緒ですよ予算と。だからありますか。そうですね、自分はなんかボイジャーのゴールデンレコードっていうのがあって、はい、なんか惑星探査機にレコードを載せて、はい、そのもし未知の生物文明と出会っても音楽なら通じるかもしれないって言って飛ばされたやつがあるんですけど、うん、そういう風に自分のレコードを惑星探査機に載せて飛ばしてみたいっていうのと、うん、あとはまあこの世で最も硬い物質でレコードを作ってみたい。何かがあって今ある文明が全部滅びた後にレコード残ってたらちょっとロマンチックだな。確かに。あの紙が残んない、やっぱ石が一番残るって言いますもんね。あ、そうなんですよ ね壁画がやっぱ残ってるから、うんうんうん、あとはなんかフェスとかライブハウスとかってやっぱその身体的にもなんか精神的にもいわゆる一般的って言われてる人じゃないとなんかやっぱアクセスしづらい場所だから、あ、全員が楽しめ、うん、同じように楽しめるわけじゃない。めちゃくちゃバリアフリーなフェスで、うん、めちゃくちゃ低価格なチケ代をやってみたいなって。それは金がなきゃ本当無理だな。本当ですよ、赤字覚悟で。でもお金持ちになったら絶対やりたいです、うんうん、一緒に制作したいアーティスト、これ、まあ、ミュージシャンの名前言うのが正しいんだとは思うんだけど、うん、ちょっとダンサーさんがすごい好きで、菅原小春さんがめっちゃ好きやん。もう大ファンなの。かっこいいですね。もう大ファンで、うん、初めて見た瞬間からもうめっちゃ好きで、制作したいっていうか、まあ、なんすかね、勝手にですけどなんか近いと思ってて、なんか近いものがあるって勝手に思って、なんかそのすごいこう自分のぐちゃぐちゃな部分とか全部晒してステージでやってるなっていう印象勝手に受けてて、まあすごい好きなんですよね。私の曲が似合うって勝手に思って。おー、いいじゃないですか。やりたい、うん、わー見てみたいですね。ありますか、春眠りさん。自分はプッシーライオットと JPEG マフィアとアリスグラス。プッシーライオットってロシアの。あ、そうです。なんかでこの間ツアー行った時にフェスでお会いできたんですよ、うん、めっちゃファンだって伝えて、そしたら一曲一緒にやらせてくれてライブで、うん、でなんかメアド交換したんで絶対一緒にやりたいと思ってます。ああ、じゃあやれますね。絶対一緒にやりたいって思ってます。 JPEG マフィアもかっこいいですね。めちゃくちゃかっこよくて、うん、なんか曲がなんかもう曲からインテリジェンスをめちゃくちゃ感じる人だなと思ってて、自分は。でなんかなんですけど、そのフェスの映像を見てたらあんなに一時的なのに、うん、なんかラップトップ一個持ってきて、うん、パタって広げてバッて DI につないでカチッて多分 iTunes かなんかが出しながらこうなんか曲が流れ始めたって思ったら瞬間ブワーってめっちゃ歌い始めて、この肉体のバイブスとこのなんか賢い感じが同居してる感じたまらんってめっちゃ思って、ね、あ、一緒にやりたい。すごく近い感じしますね、それは、うんうん、すごくやりたい。その最後の方俺分かんないです。アリスグラスはなんだこのトラックみたいなトラックを作られる方で、自分に全然ない発想すぎてこれは逆に一緒にやってみたいみたいな。聞いてみよう。聞いてください。全然知らなかった。すごいかっこいいので聞いてください、うん、じゃあ最後もう一つ。そうですね、はい、じゃあまあやっぱ10番いきましょうか。新たに挑戦してみたいこと。気になります。あっこさんありますか。もう全てのフェスに出たいです。おー、はい、うん、あらゆるフェスからオファー待ってますってことですね、はい、ライブ大好き。そうですね、ライブが大好きです、うん、はい。でもきっとフェスってこう初めて聞くアーティストさんに出会う場所じゃないですか、うん、みんなファンになると思います、このエネルギーで。よかったです。そうなるといいな。春眠りさんは。そうですね、自分はその他の人のプロデュースをやってみたいと思ってます。まあ、年齢が多分ちょっと上になってきたのもあって、うん、最近すごい思うようになって、うん、対等でもなきゃいけないし、でも言うときちゃんと言わなきゃいけないっていう仕事だと思うんですよ。それをちゃんとなんかやってなんか初めて見えてくるものってあるのかなって、すごいやっぱ後輩ポジションが多かったので、うん、今までずっとなんかそうじゃないことをやってみたいなってすごい思ってて、うん、秘訣があれば教えてください。いや秘訣はな、まあ、特にあれですけど、そうですね、今言ったことで間違いないですよ。対等であって、でもみんなプロデュースをするされるってことは何かを必要としてもらって自分じゃできない、たどり着けないとこに行きたいってことですよね。だからそのためのなんていうんですかね、解決策だったりとか、うんうん、その手法っていうのをやっぱこっちはいくつか 手札があった方が向こうは安心するというか、うんうん、でも絶対これが正しいっていう
頭の中で思ってても、うんうん、俺の場合はやっぱ 2,3 個は必ず、でもこっちにしたかったらこれもあるよと、でもこういう風に行きたかったらこっちもできるよっていうのをやるようにして、うんうんうん、っていうのは自分を疑うようにしてるというか、あ、うん、これが正しいっていうのはあんまり持たないようにしてるっていう。じゃあやっぱ対話なんですね、プロデュースするということも。そうですね、対話です。めちゃくちゃ対話ですね。自分の作品を出すわけじゃないんで、うんうんうん、そのやっぱアーティストのその後の人生もにも関わるじゃないですか。そうですね、一生歌うかもしれないんですもんね、うん、自分がやった曲を嫌いになってほしくないんで、うんうん、僕の曲サウンドが欲しくて提供してほしいっていう場合のまたちょっと違うんですけど、はいはいはい、だからいろんな形があるんで、うん、でも経験として多分春眠りさんやったら、はい、より自分の作品にいろんな深みが増すんじゃないですか、きっと。そうですね、うん、すごくやってみたい、まあうん、女性のプロデューサー少ないなと思ってるんで。確かに、ね、そういう意味でも、うん、あのちょっと私そういうのもやってますよって言える大人になりたい、うん、なって思ってますね、うん、はい。